NBC の井川会長のところまでつながったと。秋田方市そのものがこう世界に対してアピールする。いやいや、まだ諦めるには早いんじゃないか。こんな市長他にあんまりいないですね。親の中では僕は多分未だに小さい頃の子供のままなんだと思う。それでは何と言っても今日協定締結をね、記念してということのこう対談ということで、はい、行わせていただきたいと思います。まあ、何と言っても石丸市長、遠路はるばる、はるばるありがとうございます。とんでもありません。貴重な機会を頂戴しました。本当にありがとうございます。はい、で先ほど本当にこう無事しっかりしたこう締結、ボールペンもきちっと書けました、ね。はい、締結できたということがありますので、じゃあまずこの締結に至った、まあ、背景であるとかそのプロセスをまず NBC、はいはい、会長からお願いしたいと思います。はい、もうどれくらい前です、1年くらい前ですかね。ずっとまあ、うち YouTube の公式チャンネルって大体400ぐらい会社で上げてるんですね。でその中で、はい、八重川さんすごい人が出てきましたよっていう、どんな YouTuber なの、いやこれ YouTuber じゃないんですよというところから始まったんですね。これ見ていったらですね、まあ、非常に何て言うんですか、迫力があって面白くて覚悟があってっていうですね、でそれをずっと見るわけですよ。はい、でそれをまた知り合いの経営者にこうやったら、やっぱりそれもその人もやっぱハマっていってですね、でやっぱりそういったその議会なんかって我々ほとんど触れることもないし、はい、地方知事が抱えてる問題ってのは大まくには分かるんですけど、非常に細かいことなんかっていうのはほとんど見過ごしといいますか、その気にしてなかったんですけどね、まあ、非常に分かりやすい説明 でしかもその地方自治という観点からそこのテーマをこう捉えたときに、あ、これってひょっとしたらその経営っていうその事業で、ね、解決することがいくつかあるんじゃないかなっていう思い始めたわけですね。でこれはやっぱり日本 その企業家の人たちっていうのはほとんど渋沢栄一さんの形成座民といいますか、ああいった、はい、僕はロマンとソロマンという言い方してるんですけど、はい、ああいうやっぱりその事業で世の中の人たち その暮らしというか、あるいは幸せを作っていくということがやっぱベースにあるんですよね。だから日本 その会社って世界のどの国に比べても100万以上のやっぱり長寿の会社が圧倒的に多いというのは、そういったその経営者の人たちがやっぱり世の中のためになるような事業をしていこうということがベースにあるんで、ずっとこう広がっていってんだろうなというふうに思うんですけど、でそれを本当にじゃあ地方自治の抱えている問題に兼ね合わせたときに、ひょっとして我々としては自分一人じゃ無理ですけども、この NBC の人たちのパワーを合わせれば何かいろんなきっかけができるんじゃないかなということで、まあ早速アポイント取らせていただいたというのがきっかけですね。もうその時点で石丸市長が何か地方自治の活性のために動いてるっていう情報も得られた。まあ、地方自治というよりもむしろあれですね、そういったその問題をしっかり把握されてて、まあ非常に分かりやすく、我々の中にも経営者の中でも政治とかあるいは地方自治とかやってないんですけど、あ、それはこう解決できるねっていうような、アイデアが湧くような話し方を結構されてたっていう感じですね。はい、ありがとうございます。さて石丸市長、はい、なぜ秋田方がそこでこう、ね、東京 NBC とこ う、はい、うまくあって、またどんな地方自治の課題を抱えてのタイミングだったのか、ちょっとお話しいただきたいと思います。はい、先ほど井川会長のお話を聞いてて、改めてなるほど、そういうところが響いたのかなというのを自分なりに認識をできたところがありました。はい、会長がおっしゃった通り、秋田方市で起きている問題、はい、現象というのはそこだけじゃないんだろうなと、いろんな地方、もっと言えば日本全国に共通するんだろうと、そこまで思っていただけてたっていうあたりに、私個人としてはうまく狙いがはまったなというふうに思ってます。やはり秋田方という小さな3万人もいない自治体、はい、これを何とかするためにはもう自力では正直無理だと思いました。市長をやってってなった時に、じゃあどうするかなんですけども、とにかく外から手を借りるしかないと。でそうした時に大事なのが、まあ、ご商売されてる方はいつも気にされてると思うんですが、知名度であり認知度なんですね。でそれぞれを何とかして高めようと思って、この数年あらゆる手段を使ってきたところなんですけども、はいはい、それが、まあ、たまたまですね、その細かなパスまでは当然読み切れてなかったんですが、いくつもあるパスの中から一つ NBC の井川会長のところまでつながったというですね、まあ、多分に
幸運もあるんですけども、それすらもうまく戦略の中で取り込むことができたのかなというふうに今お話を伺って、大変光栄に嬉しく思った次第です。本当に1700を超える全国の自治体が同じ課題を持ってるって言っていいですよね。おっしゃる通りです。もう人口減少が始まってて、特に地方のところでは過疎が深刻化してます。そうした時にあらゆるものがこれまで通りにいかなくなります、なので課題は山積してるんですね。そうです。ただ一番の課題は人口が減るということは需要が減ると同時に供給も減ると、はい、要は課題があっても解決する人がもともといないのにもっと減っていくっていうところなんですね。そうした時にこうして NBC の皆様のお知恵お力をお借りできればそこがブレイクスルーできるじゃないかなと、なのでものすごく今期待をしているところです、はいはい、まさに安芸高田市というもう本当にこう3万人前後のこの町がある意味一番先に手を挙げ、そしてまた25万人の SNS のね、はい、そういう街なわけですから、そういう意味では非常にいい取り組みですよね。そうですね。非常にモデルケースとして、はい、なりやすいなということと、あとやっぱりその東京ニューベース協議会、まあ、ニューベース協議会そのものが経済産業省の後押しで作られた団体で、はい、まあ、その当時はこの高度成長40年前ですからね、もう本当に日本が勢いよく上がっていった時にできた団体で、はい、で新しいビジネスをどんどん作ることによって日本の経済活性化をしていこうということが目的なんですね、でここに来てやっぱりそれが消費化の問題とかもう全ての自治体1700の自治体が悩んでいるところに対して直面しているので、ここはなんとかそういった新しいものを考えられる人たちの集まりがニューベース協議会ですから、そこで解決することが本当にこう仕事ということに対して非常にこうなんていうんですかね、世の中の役に立つ企業家としてあるいは事業家として経営者として世の中に役に立つような、はい、ことの試みができるなということで、ある意味ではワクワクしているという感じですね、はい、さて実際石丸市長としては、はい、本当に NBC のこの経営者の人たち、まあ、900人弱の人たちが、はい、もうすでにアイデアもそちらにも届いていると聞いてますけども、はい、実際のところどのような期待で結果としていや人口増にすっといくのか交流人口が多くなることなのかちょっとわからないですけども、ちょっとその辺の期待どころをお聞かせ願いたいと思います。はい、すでに十数件のご提案を、はい、十数社から頂戴しているところです、はい、でその中でやはり市が抱えている課題に今まで思いつかなかった角度からのアプローチもうすでにある、はい、これがあなるほどそういうやり方があるんだそういう考えがあるんだっていうものを教えていただいてます、うん、はい、なのでもうものすごい今期待が膨らんでいる状態です、はいはいはい、でもうすぐなんか予定されてますよね、はい、ごそっと NBC の人たちが行って、そうですね、やっぱりその地域を見ないと、はい、いろんなこう企画するにしても戦略練るにしてもということで実際にこう行かれてその秋田方を体験してまたその企画を、うんうん、こういうものにしていくというそんな流れですか、ね、そうです、はい、視察をしていただいて、うん、その工程の中で実際に安芸高田の課題を、まあ、見ていただく聞いていただく、その中でよりそのご提案いただいたアイデアもさらにブラッシュアップしていただけるんじゃないかと思いますし、もしかしたらまだ出てきていないソリューションの提案というのも出てくるんじゃないかなと楽しみです。なんか僕は噂で聞いたんですけども井川会長ってもしかしたら佐賀でなんかサガン鳥栖とかっていうなんかねその地域を活性化したような実績を持たれてるって聞いたんですけど会長、どうなんですかね。そうですね、まあ、僕はもう東京の生活の方が長いんですけどやっぱりふるさとっていうのはずっとこの中に残ってるんですね。まあ人口87万人のそのところが1000万人超えるところとですね同じルールで戦わなきゃいけないっていうですね、ですからまあ財政難とかいろんなことがあって本当に瀕死の重症みたいなところで引き受けることができたっていうことですかね。それで本当にもう10番に行ってから落ちないし、今ね今ちょっと危ない、今年ちょっと危ない、今余計なことちょっと触れちゃいましたね本当 J1 行ってから1回も落ちてませんし、はい、まあ、そういった意味では本当にまあ、サッカーチームってサッカーということよりもサッカーの裏側にある街づくり人づくり夢づくりですか、うん、そういった人たちとそういったことをですねサッカー文化を通じて県民の人たちに知らせたかったということが一番の方ですね、はいはい、そうですね、はい、今言われたようにそのサッカーっていうよりその背景にいる人たちであり、ね、またそれによって交流人口も多くなって、やっぱり実は全国の
地方自治体のこの厳しい中では人口は増やせない代わりに交流人口を多くすることで、うん、実はその少し、なんだろう、産業の活性化を図ろうということなんですけど、その辺はそういう方向ですか。はい、まさにそこです。人口増大としては人口減少はそう簡単には止まらないです、うん、なった時に今ある人数もしくはこれから減っていく人数でも回る経済であったり、まあ、その社会ですね、これを模索しないといけないなった時に、今井川会長がおっしゃった夢作りですね、なんかこうすごく情緒的なものに思えるかもしれないんですが、それこそが経済の原動力であったりすると思うので、それはやはり安芸高田市みたいな小さな町でも大事にしたいなと、最後まで絶対に諦めたくないなと思うのがその夢作りの部分ですね、うん、もしかしたら先ほど言ってたこの100万一新未来へつなぐというのは、はい、なんかこの3月で4月から使い始めたキャッチフレーズと、そうです、この中にも何か入ってるんですね。はい、はい、おっしゃる通りです、はい、市のキャッチフレーズを新しく募集をしました、はい、全国から約1700の応募があったんですけども、市長副市長教育長あと職員が選んで、でも一番最後の決定権は中学校と高等学校の生徒会長に任せました。6つの中学校と2つの高校、全部で8人が選んだのがこの100万円新未来へつなぐ安芸高田市になりました。でその中のこの100万円新が安芸高田市出自のある毛利元就が残したとされる言葉で、うん、あの辺一帯は毛利元就の世界でしたからね。はい、はい、そうです。それがまさに500年前から今にも脈々と受け継がれていると、はい、でこの言葉もですね、100万というのが漢字が崩して読めるんですけども、一日一力一心というふうに解釈がされまして、一日一日力を一つに、心を一つに頑張っていこうというフレーズなんですね、うん、それがもう500年受け継がれてて、でさらには今の次世代のリーダーたちが未来へつなぐというフレーズで覚悟を決めてくれたので、この町としてはまだまだつなげていけるんじゃないかなと楽しみにしているところです。今の3万人弱の人たちが本当にその未来に対して希望を持ってさえもらえれば、はい、自分の町に対して愛着さえ持ってもらえば十分自治体として活性化できるぞと、はい、そういうことですよね、はい、でそれがうちだけじゃなくていろんな自治体で広がっていけば日本そのものがまだまだ盛り上がれるんじゃないかなと。そういうことですよね。今ちょっと隠れてたことあったんですけど、はいはいはい、普通はその安芸高田市全部に募集するんだけど、うんうん、全国に募集してるんですね。そうです。これさすがですね、そういうことですよね、はい、25万人の登録者のいるところにもわっとですね、それはいい意味ある。やはり外から知見を引っ張ってくる、うん、これがとにもかくにも町の活力になると思って知名度と認知度を上げてきてますので、うん、それはもう遺憾なく使うのはここしかない、うん、そういうことですよ、ね、その取り組み自体がまた話題になりますし、あ、何かやってるなと、うん、やってたなと思ってもらえれば、うん、また新たな関係人口がそこに生まれるのかなと、そういうこと、はい、めちゃくちゃ欲を張りました。いや井川会長、はい、こんな市長他にあんまりいないですねところでどう思います？そうですね、そうですね、その、いや、佐賀もどうだったか分かる、安芸高田市って2万7000人のところがどん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 こうやって日本全国の多分知らない人いないかもしれないですよね。でただ日本は確かにこう人口減になって大変なんですけど、世界で見ると人口って増えてるんですね、はい、我々その経営もですね、本当に20年前と今と全く違って、もうグローバルが当たり前になっていかないと、これからの成長がないという、だから世界人口どんどん増えていく、でしかもこれだけ世の中に対してその発信するツールというのはですね、個人でどんどん発信できるとなった時に、安芸高田市そのものがこう世界に対してアピールする、まあ、多分市長考えてらっしゃると思うんですけど、日本を飛び越えて世界に対して発信できるような、これは物事ができれば、あの全然その再生の道っていうのは十分にあるんじゃないかなっていう感じしますね。そうです、あそこはちょっと大いに期待したいなと思うんですよね、はい、本当にこう市であるとか県であるとか中だけじゃなくて、全国であり、もしかしたら地球規模で考えて発信してって、 そうですね、そしてまたそこにインバウンドであるとか、いろんな、ね、そうですね、活性化の材料をもらうとか、あの市長がいただいた、ね、お酒があるんですよ、これがね、はい、強くて、はい、すごく強くて、でもね、美味しいんですよ、女性とお酒はそう言ってますけど、はい、美味しいんですよ、はい、でそれは安芸高田市が唯一持ってる酒造なんですね、うん、酒蔵なんですよ。だからああいったものというのは多分
全世界に行けるんじゃないかなっていう感じはしますよね。そういうことですよね。いや、まだまだその神楽も含めてたくさんあるっていうことなんですよね、はい、そうですね、そうですね、秋田方氏を生き残らせるために広島県であり日本国を使っていこうかなというのが私の基本の戦略です、うん、そうですよね、はい、今僕らがこうやって時間稼ぎをしている、なんかあの焼き上がったものがもうすぐ出てくるっていう あれ写真がここにあって、あれないなこれまさにこれがそうですね。そうですね、はい、これがまた博多焼きという広島のお好み焼きのご当地バージョンなんですけども、うん、これもこのキャッチフレーズと同じように全国からレシピを募集して、はい、あ、そっかそっか、それすごい、これをまた最終的に決めたのは生徒会長たちです。あ、まあ、私もその場にはいたんですけども、はい、みんなで採点をしてこれだというレシピを使って、今ですね全国にこの認証店秋田方焼きを提供してくださる事業者が40ぐらいありまして、海外にもドイツやシンガポールに早速もう進出してます。いいですよね、はい、去年の8月に作って半年ぐらいで世界進出を果たしたということで、素晴らしい、驚異的なスピードで世界進出を果たしました、ね、それで向こうで食べた人が日本に来た時にせっかくだから地元に行って、そう、本場の、ね、そうですね、秋田方焼きを食べようっていうことになるって、はい、秋田方がどこにあるか全然わかんないけどとりあえず行ってみようみたいな、行ってみようとまず東京に着いて、あ、遠かったって遠かったんでいや、はい、ということで本当にこれまでにない試みを今回していくわけですし、そうですね、その、ね、1700あるところの1自治体がまず代表として東京 NBC とこう組んでくれてるわけですから、いや会長ちょっといろんな意味で期待しますね。個人、そうですね、やっぱり全国の自治体がバーッと手を挙げて言ってきたらどうしますか。いや、あの、もうすでにですね、まあ、いくつかの自治体さんからその NBC の皆さんの前でプレゼンテーションしたいとお話しいただいたんですね。で、大事なことはですね、あの、市とかその行政の予算じゃなくてあくまでも事業で会計していかないとこう継続性がないんですよ、はい、だからいかに事業でそういったその自治体が抱えているいろんな問題を解決できるかということっていうのは、うん、まあ、フレーズとしては非常にこう聞こえがいいんですけど、まあ、本当に全体を変えることはできないですが、本当にちっちゃなところからですね改善する、あるいは事業として取り組むことによって継続的なあのものが生まれるんじゃないかなということは我々に期待したいなということと、うん、やっぱり4400社のこう経営者の人たちがいらっしゃいますので、多分その普通だったら想像できないようなこともですね、あの、いろんなアイデアが上がってくるかなというふうに思いますので、そこは本当に楽しみにしたいなと思いますね、うん、事業だからこそ継続できるということですよね。もう継続して、でなおかつその地元の人たちの雇用が生んでそこにお金が回っていくっていうですね、うん、そういうことです、はい、そういうふうな、一発の花火を上げるのとわけが違って、ね、ね、継続できることがまたその先に期待できるということですね、はい、あと全部その、え、中学生高校生に決めさせるっていいですね。未来を担う人に決めさせるそうです、ね、未来を担う人たちに未来のことを任せたいですね。そう、はい、決めさせてあげたいですね、うん、僕らが最後まで見届けられないので、絶対に彼らの方が先まで生きるの で、 そ、 うです。それは彼らにしっかり決めさせてあげたいなっていうのはいろいろ思います。そうすると責任取ってくれるし、そうそう、自分たちのまたその先の未来を考えてくれるってことですよね。ということで、いや、非常にいい期待の持てる、はい、お話をいただいたということなんですが、20年弱結局15年ぐらいですね。15年ぐらいですね。そう、はい、でもある意味経済アナリストですもんね。はい、ま、そうです ね、地球規模で物事を見て、ということですから、ね、はい、日本経済、アメリカ経済だけではなくて中南米とかグローバルに見てる中で経済の潮流っていうのはそれぞれあるんですけども、やっぱり大元たどると政治に行き着くなっていうのは、うん、その時の発見というか、うん、改めての気づきだったんですね。なのでこれは何とかしないとって思った時に地元に帰る、地元で市長をやるっていうのがもうパッと選べました。うん、なんか YouTube 見てたら親御さんがあれ市長になるってちっちゃいとか言ってたってなんかバラしてましたけどあれどうだったんですか。あれは小さい子が将来偉くなるんだって言ってたレベルです。あの、ちっちゃい子って総理大臣になるとか言うじゃないですか、ね、女の子だったらアイドルになるとか、はい、それに近いレベルの有名ですね。あの表現はちょっと勘違いしますよね。ずっと思ってたのかと。あの、親の中では僕は多分未だにちっちゃい頃の子供のままなんだと思うんですなので、もう、ね、いいおっさんなんですけども、あ、 こいつは昔から言っとったねというのが、あの、30年ぐらい前の話が今につながって親の中では、はい、認識されてました。
先ほど雑談のように話したんですけど、あの東川町という北海道の旭川の隣町なんですよ、はい、で大雪山のすぐ麓の町なんですけど、駅もないような、飛行場もないような町なんですけど、この30年で、まあ、この言い方が正しいかどうか置いといて、人口が 20% 増えたんですよ。とは言っても 7,8000人の町が、だから1万人に届くようになったっていう感じなんですけども、どう思われます、あの写真の町として一度注目されましたかね、あの写真甲子園、まあ、周りから来たんですかね、周りから来ました、うん、全国からも来ましたよ、ね、やっぱり町づくりを計画的にちょっとこうやっていったということがあるんですけど、ちょっと考えられないようなあれですよね、北海道の田舎の旭川の隣町がですね。ただ北海道は結構自治体の数が多くて、それぞれがそもそも小さいんですね。で、小さい中で、あの持続可能な町にそもそも向かってたとするならば、ここから外から人を呼び寄せるっていうのは結構できるのかなというふうに、うちは逆で、あの人口が膨らんでる時に合わせてもう自治体になってしまったんですね、うん、そこから人が抜けてってるので、今のままでも維持できない、うん、確かに、はい、それなりのなんかこう面積を抱えてしまってるんですね。そうです。なのでダウンサイジングが一変してからの立て直しじゃないと、多分こう何ですか、こう水を溜めようと思っても線が抜けてるみたいな状態に、うちはまだ なってるのかなと。北海道はもともと人口いなかったから、ねね、広大な敷地を生かした自治体におそらくなってらっしゃったところからのなんか再興というか、はい、また盛り上がりなのかなと思います。いろんな意味ででもすごいいい事例になりますよね。そうですね、これでいい活性化、こういう経営者たちの力も借り、いやもっと言えば別にね、町としてもそこに真剣にこう取り組むっていう形を取れば、それが1700の全国の自治体が手本としていろんな意味で安芸高田市が有名になるきっかけになりますね、はい、会長どうですかそのいや自治体これを皮切りに、はいはい、いや本当に NBC としてやっぱり自治体本当にこう活性化していこうじゃないかっていう。そうですね、あの、まあ、活性化ってやっぱりまあ、経営者ってどっちかで稼ぐっていうかね、あのそういったところのこう知恵とか知見ってやっぱりいっぱい持ってらっしゃるんですね。でも稼ぐっていうのは別にお金を稼ぐだけじゃなくて、例えば業務効率だったりとか、まあ、そういったいろんなことを含めてその付加価値をちゃんと作っていくっていうことに長けた人たちなんで、そことその本当に行政が結びつくことによってどんな化学反応が起きるかなっていうのは楽しみにしてますし、これが一つのビジネスのモデルになってですね、本当にあの全国の自治体の方に波及できれば、あの非常にその経営者として、あるいは企業として非常に本望だなっていう感じですかね。そうですね、いや非常に楽しみな試みというか、試金石というか、はい、そういう感じですね。さて最後にじゃあ石丸市長、はい、なんかそのここに対する期待も含め、できればこんな町にしたいなっていうところでちょっと締めくくっていただければと思います。なるほど、はい、まずはいろんな、それこそお試しですね、これを安芸高田でやってみていただきたいなと思っています、はい、じゃあ試したつもりでいいんですね、はいはい、思い切って、はいはい、それこそトライアル&エラー、うん、あのこれまで皆さんがそれぞれの事業でされてらっしゃったこと、その結晶なのかなと思うんですが、うん、それが地方の、うん、まあ、社会であり経済にどのようなインパクトをもたらすのか、うん、これは正直私も前職で経済分析してた立場として、うんうん、ちょっと一言みたいですけども、めちゃくちゃ興味関心があります、うん、どんな風になるんだろうか、これまでそういうアプローチをやってはほとんど来てないんですね。地域の地方の課題っていうのはありながらも、いやでもあれもう無理なんじゃないっていう若干諦めムードが漂ってたところに、いやいやまだ諦めるには早いんじゃないかっていうことで、もっぺんそこに立ち戻ってみる。でもそれこそが日本の課題そのものだと思うので、ここでぜひブレイクスルーをして、安芸高田から他の地方に波及していけるような、その未来を切に願っています。はい、本当にそうですね。日本の集約的な問題がまさにそこにあるということですもんね、はい、ここさえブレイクスルーすればまた次なる ね、日本の、まあ、地方も含めた活性化っていうのを期待できるということですね。本日は締結もう無事終了しまして、はい、いろいろ対談もありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。